今回はハーバード大学の研究結果などをもとに体の炎症を強力に抑えるための3選について動画で解説していきます。まるタスクですが、皆様、慢性的に疲れやすい、肌の調子が悪い、メンタルが不安定、このようなお悩みございませんでしょうか。この悩みの原因は慢性炎症の可能性が高く、さらに残念なことに現代人は慢性炎症に侵されがち。この体の炎症を分かりやすく言うと、自分の体と呼ばれる家で起こった火事、さらにこの火事には2種類あって、1つ目が急性炎症。これは例えば家で突然火事が起きたようなもの、そうすると消防車ならぬ白血球がサイレンを鳴らし急いでやってきて、大量の水をかけたりと、あたりは大騒動。その結果こんな感じで火事の部分はパンパンに腫れるといった炎症反応が起きますが、数時間から数日で無事に鎮火し、めでたしめでたしな急性炎症。一方、2つ目、慢性炎症は家の中でくすぶり続ける小さな火みたいな感じで、煙は目に見えず気づかぬうちに自分の体と呼ばれる家が痛みまくるシロアリ的存在、それが慢性炎症でございます。そんなシロアリを放置し続けると、床からギシギシ音が鳴って傷んだ家が完成するかのように、疲れやすくてメンタル不安定な住みにくい家ならぬ体が完成し、同じ年式年齢だというのに、一方は築50年50歳に見える見た目、もう一方は築30年30歳に見える若々しい家ならぬ体になったりと、見た目も全然変わります。さらに体内のボヤ騒ぎ、シロアリを放っておくと、最終的に家の柱や壁が崩壊し住めなくなってしまうかのように、病気の原因になったり、家と違って体は引っ越しできませんので、今回は自分の体からシロアリ慢性炎症をなくす食べるバルサン的食材を3点ほど解説させていただくと、1つ目が納豆でございます。納豆といえば、納豆菌による腸内環境改善効果や納豆キナーゼによる血液サラサラ効果が有名ですが、なんと炎症を抑える抗炎症作用もあって、それがビタミン系でございます。例えばシロアリを寄せ付けない駆除剤を塗っておけば、シロアリの繁殖を抑えられるのと同じように、血中のビタミン系濃度が高い人は炎症数値が抑えられる。要するに、ビタミン系濃度と慢性炎症は反比例の関係にあることが複数の研究で報告されていて、例えばこちらの平均年齢62歳662名を対象にした研究によると、血中ビタミン系濃度が高い人ほどインターロイキンや CRP といった炎症マーカーが低いという現象が優位に確認されていたり、他にはこちらの60歳から81歳379名を対象にした研究でも、血中ビタミン系濃度と慢性炎症は反比例の関係にありましたよと発表しているわけなんです。なので、ぜひとも食べるお薬ビタミン K を取りたい、そこで活躍するのが納豆で、1パック50グラムあたり普通の納豆で300マイクログラム、ひきわり納豆で465マイクログラムのビタミン K が含まれていて、例えば1日あたりのビタミン K 推奨量は150マイクログラムとなっていて、納豆1パック食べれば推奨量の2倍から3倍もビタミン K が取れるわけでございます。ちなみに推奨量の2倍から3倍も取って大丈夫なのと思っちゃいますが、ビタミン K は多量に摂取しても健康被害が見られないことから、上限量は設定されておりませんので、納豆で血中ビタミン K 濃度を上げまくって体のシロアリ慢性炎症を追い出しましょうと。あと、ちなみにこんな感じで普通の納豆を細かくカットしたのがひきわり納豆みたいなイメージで、細かく刻んだ分納豆菌による発酵面積が増える、その結果栄養価も高くなるという仕組みがあって、ビタミン K も納豆菌によって生成されるため、ひきわり納豆の方がビタミン K 含有量が約 1.5 倍も高くなる。そのため、納豆ガチ勢の方はひきわり納豆がおすすめかと思います。そして炎症を強力に抑える方法2つ目が、野菜が体にいい理由、ホルメシス効果を知ることでございます。いきなりですが、皆様、野菜がなぜ体にいいのか説明できますでしょうか。例えばビタミン、ミネラルが豊富、
食物繊維があるからなどいろいろございますが、最近よく言われているのが少量の毒だからでございます。急にわけわからんこと言い出したと思っちゃいますが、少量の毒、刺激は体にいいが適量を超えて多量になると有害になる。これはホルメシス効果と呼ばれていて、この理屈はめちゃめちゃ大事。例えば筋トレすると筋肉が一旦壊れる。これが回復するときに次は壊れないようにするため、以前より強い状態に回復、超回復することによって筋肉が発達する。要するに筋肉を壊すという一見すると体にとってマイナス、毒とも言える行為を適度にする人は寿命が長い。ただ1日10時間も筋トレすれば体にとって負担が多すぎるため有害になり、寿命が短くなる。一方、運動と呼ばれる刺激が少なすぎると人間は使わない機能から衰えていき退化するため、少なすぎず多すぎない刺激、毒とも言える行動を体に与えることは健康のためにめちゃめちゃ大事。例えばワクチンも少量の毒、ウイルスを体に入れることによってそれに適応しようとした結果免疫が上がる。一方、ワクチンの量を10倍にして体に入れれば多量になって有害になる。他にはサウナも適度に利用する人は脳や血管が若いことが知られていますが、あの現象も短期間だけ暑すぎる環境に身を置くことによってこの環境に適応しようと体は頑張る。その結果脳や血管が強くなる。ただしかし、サウナに1日10時間入るみたいなことをすれば熱中症になって有害になるなど、自分に多すぎず少なすぎない適度な毒、苦しみを与えることは自らを良くしていくためにめちゃめちゃ大事。これがホルメシスでございます。ここで活躍するのが少量の毒、お野菜。どういうことかというと、例えば野菜といった植物は動きません。ただしかし、自分を食べようと虫がどんどんやってくる。このままじゃ困るから虫を寄せ付けないために戦う物質、ファイトケミカルを分泌。これはいわば虫からすればかなりきつい毒とも言える成分ですが、体が大きい人間からするとちょうどいい毒。そんな少量の毒、ファイトケミカルを食べると体にめっちゃいい。要するに食べる筋トレ、それがお野菜みたいなイメージでございます。ちなみにポリフェノール、カロテノイド、フラボノイドと聞くと体にいい成分として有名ですが、これ全部ファイトケミカルの一種でございます。あと、子供の頃はピーマンが苦くて食べれなかったのに、大人になるとピーマンが美味しく感じる。あの現象は子供の頃は毒を分解する機能が未熟だったため食べてはダメな物質として体は認識。ただ大人になると毒を分解する機能が成熟し、お野菜に含まれるファイトケミカルが自分にとってちょうどいい刺激に変わる。その結果ピーマンが美味しく感じる。そんな側面もあるわけでございます。ちなみに筋トレだとこんな感じで、1週間あたり40分から90分が最も体にいいみたいよと東北大学が16件の研究を再分析するメタ分析で発表していて、一方野菜についてはこちらのハーバー大学が95件の研究、約200万人分のデータをまとめたメタ分析によると、1日 800g までは食べれば食べるほど健康効果は上がり続けるよと発表しているわけなんです。要するに筋トレの場合1週間あたり40分から90分、野菜の場合は1日 800g までが体にとって適量と言えますので、ちょうどいい刺激を与え続けて健康な体を手に入れましょうと、そういうわけでございます。そして炎症を強力に抑えるための3つ目がブロッコリーでございます。ブロッコリーは数ある野菜の中でも特に健康効果が高いお野菜として有名で、その大きな理由の一つがスルフォラファン。こいつは先ほど解説した植物が出す戦う物質、ファイトケミカルの一種でございまして、このスルフォラファンを多く含むブロッコリーは健康効果すごいよ論文がございましたので紹介させていただくと、こちらのアメリカ人12,486名を対象にブロッコリーと排便する確率をゴリゴリに調べた研究によると、ブロッコリーをほとんど食べない人に比べて週に 1,2回ブロッコリーを食べる人は死亡リスク、要するに排便してしまう確率が
32% から 43% も低くなるという現象が有意に確認されましたよと発表していて、週に 1、2回で 43% も早死にする確率が下がるとか、コスパは良すぎじゃないと思ったわけでございます。なので納豆ガチ勢の方はひきわり納豆、野菜ガチ勢の方はブロッコリーをメインに食べると、体のシロアリ慢性炎症がごっそりなくなって、さらには無駄な贅肉もごっそり消えて引き締まった、実年齢に比べて若すぎる美魔女美魔王になれるかもしんないと、そういうわけでございます。ちなみに皆様、これから正しいダイエットの知識を学び実践していくと思いますが、現在4万人以上が登録している長瀬の女ら公式 LINE にて、腸内環境でカロリーの吸収率が 20% も変わることを解説した電子書籍、さらに対象を上げて自動で消費カロリーを稼ぎダイエット版ファイヤーを達成する方法を解説した電子書籍、何をしても体脂肪が落ちず典型的な万年ダイエッターだった私の癖の講座生たちが、半年で体重マイナス10キロ、体脂肪率マイナス 10% を達成できた一般的なダイエット法よりも2倍の速さで痩せる方法を解説した限定動画、さらには数あるプチ断食を難易度順にランキング形式で8個解説した限定動画、さらに現在1780円で販売している私の癖が朝から晩まで実践していることを全部まとめた電子書籍、理論上最強になる方法も期間限定ですが、公式 LINE を登録してくれた方に無料配布中でございます。プレゼントの受け取りはこの動画下の概要欄の動画のタイトルをタップ、概要欄が表示されるので赤枠の URL をタップ、公式 LINE を友達追加するとすぐに受け取れますし、すでにご登録いただいている方はプレゼントとメッセージをいただくと再送信させていただきます。配信は期間限定ですので、消えてしまう前に今のうちにこの動画下の概要欄にて LINE 登録していただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。